10センチのフェース面見てると、うん、こうでしょ、うん、上昇するけどこうじゃないじゃん、うん、すると、こっちの壁があるんでしょ、うん、こうすると、手元が先にあるからこうなりやすい、これがスクエア、うん、これがスクエア、そう、そうすると、今のがまっすぐでしょ、はい、今度弱い球を下に開くじゃないですか、初めから開いてるでしょ、開いてこれでこのまま自分でこうとかそれ以上開いたりしなくてもいいと思います。そのまま開いてるからこのままロックしといて、はい、おそうで今の大きくしてロブショット取ってそのままそう形式にはまあちょっとハンドレートハンドファーストでしょ、ハンドレートちょっとハンドレートにしてそうで開いてこうそうこうくらいわけあるわそうロブショットとかこういう仕組みが遊びで分かったから手元ちょっとこうするとこれを振って3ゼロで打つでも違うでしょう。そうこれいいこれ動くんですね。そうだから今の倍振ってみて大きくても飛ばないのが分かったえこれでですか。そうその構えだと全然振っても飛ばない。え怖い。そうだからバンカーショットとかこうやってやったりするこれ飛ばないでしょ。ふにゃふにゃですね。そうでも手使ってそう今みたいに大げさにああやって開いて遊んでいるとこれがもっとこんぐらいで飛ぶ。こんぐらいどこ行くんですか。そうって思うでしょ。でも振った方向に飛ぶから大丈夫。ここ使う。面白い。これは大問題でしょ。こういう遊びをした方がいい。飛ばない構えじゃん。絶対飛ばないじゃん。前に行く要素がないじゃん。そうですね。ちゃんとここに乗ってて飛んでいく感じです。そうこれがこうなっていくことで飛んでいくよ。そうこの開くこれをこうやっちゃったら大落としでしょ。これをこうやってこうわかる。真上に向けたずらせる要素になります。この構えからちょっと低いのもそうすると結構プロとか前足のアプローチって基本みんな開いてるでしょ。だからこうやって打ってるから普通に考えて今までの方針でリーディングエッジでものを考えてるからどこ打つのこっち向いてんじゃん。開いても右に使うからそうどうすんのどうすんだろう。そうあんま関係ないわけ。ここでもやることが一体はこうやってボールが落ちるから。そうやってみる。そうするとこうアプローチしてこうして上がるし上がる。一番初めのこれスクエアセットでスクエアヒットはハンマー上がんないじゃん。だから転がす時とかはみんなこれスクエアヒットスクエアヒットでボールじゃんアプローチ全部アプローチしようこれ強い球強い球そうなんか40ヤードぐらいでしょ。でもアプローチって結構なんかふわっと打ちたいところが多いでしょ。ネームコースとか行ってそうなんだからみんなこのセットアップであんまやらないわけじゃないからほとんどこのセットアップというか飛ばない要素をセットアップで作ってる。そうこれは飛ぶセット飛ぶでしょ。ここからこういったら飛ぶじゃん。だから飛ばない構えを作っておいてからそうワックルしてそう楽しいでしょ。そうするとどんぐらい開くかなとかはもう雰囲気だけなの。雰囲気で、に開いてそうそうめっちゃ飛ばしたちょっとそこから上げたいとそうできる。楽しいでしょ。もっと飛ばない。そうするとガブったりしないから。これはでもフルショットと同じことなんです。そう一緒じゃん。こうしたのが相当ないですよ私これ。ないでしょ多分。なんでアナプローチ見てアナプローチ教えて教えたけど、多分教えた気になっただけで、ココちゃん何も見つけてないと思う。